住民投票の投票用紙。アルジェリア独立住民投票は、フランスからのアルジェリアの独立を正式に決定した、住民投票。1962年7月1日に、アルジェリアで実施された。アルジェリア戦争の終結への筋道をつけた1962年3月19日の、エビアン協定に基づき、協定から3ヶ月後から6ヶ月後までの期間内に、 実施することとされていた。有権者は、エビアン協定によって定められていた。有権者に含まれていたのは、アルジェリアに住んでいる市民、アルジェリアの選挙人名簿に登録されている地域外居住者、アルジェリア生まれで、フランスメトロポリテーヌ内市は、海外県、海外領土に居住するものであり、その一方で、フランス軍のアルジェリア派遣部隊の兵員は、 有権者から除外された。有権者たちは、あなたは1962年3月19日の協定に定められた条件で、フランスとの協力の上でアルジェリアが独立国家になることを望みますかという質問について賛否を問われた。投票の結果、賛成票投票は全体の99.72%を占めた。フランス共和国大統領シャルルド・ゴールは、 7月3日にアルジェリアの独立の承認を発表し、アルジェリアではかつて1830年にフセインレイが降伏した日付に合わせて1962年7月5日に独立が宣言された。結果は以下の通りであった。ありがとうございます。